そうだな、10センチ以内です。10センチ以内をここちょっと掘っていくんだけど、まずは天穴でいいです。天穴って穴を掘るだけ。穴を掘って1メートル大きいぐらいに天底で穴を掘ったら、その穴と穴をちょっと三つ輪でつなげるぐらい。そうするとちょうどいい溝になる。でここから先はまた空気の通った溝になってるんだよね。なぜか。だからその植物が下に落ちてるところとかはちょっと切って、この辺も少し風が通るようにしたらいいけど、風が通り過ぎたら生き物を住めないですから、うん、ね、U 字工でもコンクリートでも壊れてきて、でこぼこしてくると何かが引っかかって植物が生えたり生き物が増えたりするけど、この土の溝でも綺麗すぎると生き物が住めないでしょ。それは種が落ちても風と雨で流されてしまうからなの。だからデコボコしてる方がいいし、上の植物も適度にあった方がいい。そこにすごく大きな風や雨が降った時のことを想像してみてください。想像力が大事なんだけど、こんなにきれいだーっときれいにしてしまって、ここに大雨が降ったらどうなるか想像したらね、生き物が全部流されちゃう。なのでそういうことを想像すると、まあ少し出ててもいいんですよ。出てるの今壁面になってしまってるんで、適度にカットして出てるところもちょっと残しながら、風をこの中に入れてあげるつもりで切りましょう。ここはちょっとチェーンソーぐらいでやったらいいかもしれないけどね。こんな感じで今穏やかに風が動くっていうことだ。自分が風になったつもりになってみてください。自分がここ風だったらここ通りやすいかな、くるくる回りながら通りやすいかなっていうイメージしてみてください。じゃあ皆さんね、自分の世界に入ってくださいね。また楽しい瞑想の世界に入ってくださいね。じゃあ自分がここをやろう。